イスラエル・エルダド、イスラエル・エルダド、出生時の名前は、イスラエル・シャイブ、1910年から1996年は、イスラエルの独立運動家で修正シオニズムの、哲学者。彼は、レヒの初期からのメンバーで、後の論理面での戦略指導者であった。イスラエル・シャイブは1910年に、ガリツヤ東部、現、ウクライナ領の伝統的なユダヤの家庭に生まれた。シャイブ一家は、 第一次世界大戦中は難民として放浪していた。若いシャイブは1918年、リビウデポグロムにより虐殺されたユダヤ人の葬儀の列を目撃した。高校を卒業後、シャイブは宗教を学ぶためのウィーンのラビカミ学校に入り、通常の教育を受けるためにウィーン大学にも入学した。彼はショーペンハワーに基礎を置く。 エドアルト・フォン・ハルトマンの主義主義に関する博士号を取得した。しかし、神学校でのラビの教養試験は一切受けていない。一方、1929年にイスラエルの地、エレツ・イスラエルを指す。現在のパレスチナ・イスラエルなどを含む地域で起こったアラブ暴動に対し、彼は父親と共にイギリス領事館の前で抗議デモを行った。アクルト氏彼は ウリツビ・グリンベルグの ILL、テル・イット・ツー、エイ・チャイルドという人々が召喚の準備ができていないゆえに彼らを自分のもとに連れ返すことができない救世主を歌った詩を絵へ上げた。二から三年後、シャイブはグリンベルグのイスラエルの地は炎に包まれているザ・ランド・オブ・イスラエル・イズ・イン・フラムズと名打たれた演説にてグリンベルグと会った。シャイブの卒業後、 最初の仕事は、ボルコビスクの高校教師だった。彼はまた、中世シオニズムのジャーナルに記事を発表し、ベタル、シオニズムの青年運動組織の地方支部指揮官にもな。った。シャイブは1937年に、ビリニュスの教育者神学校、ザ・ティーチャーズ・セミナリーの職員となり、2年間ビリニュスで過ごした。この間、彼は、ベタルにおける地位を高め、地方幹部役員となった。 1938年、ワルシャワで開かれた第3回ベタル会議において、修正主義の指導者、ゼーブ・ジャボチンスキーが、ポーランドのベタル代表メナヘム・ベギンの攻撃的な姿勢を筆した際、シャイブはベギンの擁護に回った。次の年、第二次世界大戦が勃発し、シャイブとベギンは共に、ワルシャワから亡命した。ベギンはシャイブと、ジスに強じている最中に、 ソ連警察に拘束された。そしてその数年後、二人はイギリス統治領パレスチナで再会した。当時、そこでシャイブは地下組織レヒの指導者となっており、ベギンはイル軍の指揮官になろうとしていた。レヒはその地でイギリス支配解放のための暴力による闘争を遂行していた。イル軍もまた、ベギンの指導の下でパレスチナ解放と ユダヤ国家建国を求めて暴動に参加するようになる。シャイブは地下組織で活動する間、サンバティオンやエルダドなど様々な別名を使った。後にエルダドの名前が固定し、彼はその名で知られるようになった。彼は1942年、レ歴創設者のアブラハムシュテルンの下で直接働くようになった。イギリス当局によるシュテルンの殺害後、エルダドは、 ナタン・イエリンイコール・モル、後のイスラエル首相となるイツハク・シャミルと共に、三党体制となったレヒの指揮官の一人となった。その役割は、イエリンイコール・モルは外交大臣として、シャミルは作戦面担当として、そしてエルダドは思想面を指導した。この立場で国連調停委員、フォルケ・ベルナドっての殺害に関与したエルダドは、その後放免されている。 新体制のあと6年間、エルダドは多くの地下新聞に記事を執筆し、いくつかは編纂に加わった。エルダドはまた、レヒの被告人たちの法廷での発言のために、その内容を書き送ることもあった。エルダドは、テルアビブのアパートに逃げ、送水管から落ちて、怪我をしたところで、イギリス当局により逮捕され、ギプスで手当てを受け、エルサレムの刑務所に収監された。彼は、 エルサレム中央刑務所の病棟の18番室から彼の政治や思想に関する執筆を続けた。そして最終的にエルダドは逃走できるほど十分に回復したため、司会のオフィスを訪れている時に数人の歴史投資が彼を連れ去った。イスラエル独立戦争の間、エルダドはベナヘムベキンのイル軍をイル軍の武装戦、アルタレナ号がダビドベーニーイコールグリオンのパルマハ。 イツハクラビンが、四季に攻撃を受けた時、守ろうとしなかったことを批判していた。彼はまた、エルサレム旧市街を制するために身を入れなかった、イスラエル国防軍、IDF や、エルサレム占領のために戦わなかった、レヒも批判した。戦争の終わり頃、エルダドは、エルサレムのための戦いに参加するため、海外のジャーナリストに扮し、イスラエル軍のバリケードを密かに通り抜けようとした。 レヒの子さんたちは、政党として、戦士党、ファイターズパーティーを立ち上げる。党集会の一つで、エルダドは、ヘブライ語で、スーラム、スーラムと呼ばれる、ヤコブのはしご、創世二28章で、ヤコブが見た夢に出てくる天と地をつなぐはしごの話を、講義し、そうしたことが彼の人生の第二章の始まりとなった。14年間にわたり、彼は、革命家のジャーナルとして、 スーラムを観光した。エルガドはまた、マザー・リションと題名が付けられた、彼の解雇録を書くことに1949年の半分を費やした。エルガドはそのうちに、イスラエルの高校で聖書とヘブライ語文学を教える教師の仕事を得るが、ダビド・ベンイコール・グリオンの介入により解雇されてしまう。ベンイコール・グリオンは、エルガドが生徒たちに彼のレヒの思想を吹き込むのではないかと、 心配していた。エルダドは裁判に持ち込み、勝訴したが、ベンイコールフリオンに彼は国を脅かすというレッテルを貼れていたことで彼を雇おうという人はほとんどいなかった。エルダドは文芸の仕事に向かうことになり、地下組織の戦いの歴史やラマトガンの市長の伝記、クロニクルスと呼ばれる新聞形式のユダヤ人の歴史の最高雑誌、 ヒー・ジェノット・マイケラという聖書の解説書、週刊新聞のコラム記事、そして数多くの本や辞典も黒くなど、その他にも仕事をこなした。1962年、エルダドは、ハイァのイスラエル工科大学、テクニーンで、講師となり、20年間そこで教弁を取った。1988年、エルダドは、イスラエルの思想への貢献により、イスラエルのビアリク賞を受賞した。 1990年代までには、エルダドはイスラエル民族主義者の大御所として知られるようになった。彼は1996年1月、ユダヤ歴のシュバトの月の大一日に亡くなった。彼の葬式には、当時の首相ベンヤミン・レタニアフ、前首相イツハク、シャミル、クネセト議長ドブシランスキ、ダブシャランスキーが出席した。エルダドは、オリーブの丘にある、 彼の相談相手で友人のウリツビー・グリンベルグの墓のふもとに埋葬された。イスラエル入植地のクファル・エルダドは彼の名を元に付けられた。エルダドはイスラエル国家の建造がシオニズムの目標とは信じていなかった。彼は彼がマルフート・イスラエル、マルコ・ハット・ユー・アイ・ライル、イスラエル王国と呼ぶその国はシオニズムを認識させる子に使われるツールと考えていた。 エルダドは、聖書に基づくイスラエルの国境にユダヤの王国の主権を置き、世界中のユダヤ人がそこに住み、エルサレムにユダヤの神殿を再建することを意味する、彼が国家召喚とみなすものを追い求めていた。エルダドは、彼が消滅する不幸な運命にあると感じた、どんなディアスポラ、パレスチナの地に住まないユダヤ人の存在も断固として認めようとはしなかった。ただ、 それでも彼の歴史観はイスラエルの地から亡命してきた過去の世代のユダヤ人たちを無抵抗ゆえの受難者と否定するのではなく彼らを歴史への創造的な参加者たちとみなすものだった。エルダドと彼のジャーナルスーラムはしばしばユダヤの政策家について生涯を通して彼らの民への召喚を果たそうとするが地政学的な理由や その他の理由で妨げられてしまうことを書いた。エルダドはすべてのユダヤ人にイスラエルの建国に参加するよう求め、それは彼らの個人的な充実感からではなく、そこに導かれるためとした。政治的には、エルダドはイスラエルはどこの諸外国の集合体にも属さず、独立した外交政策を行うことを望んだ。彼はイスラエル国防軍の棒、 ディフェンスという単語が、軍の名前に含まれること反対し、より力強い名前を使うことを主張した。また、彼は、アラブ人にはどんな土地を渡すことにも抵抗した。イスラエルでは、エルダドの政治的、哲学的教えの多くが、機関、自由の達成者、マグシミー・ヘレットや、エルダドの息子アリエが率いる政党ハティクバ、ホティクバ等によって受け継がれている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。